アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月20日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X3 リーグ最終節となります、クラブアイランズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時20分キックオフ予定です。本日この試合がこの鶴見緑地で行われます最後の試合となります。両チームとも A ブロックそれぞれの戦いを挑みつつありました。そのチーム双方のチームにとっても最終戦となります。この試合が果たしてどのような結末となるでしょうか。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画により、すべてのチームおよびこの画面上に映し出されたさまざまな方々のご寄付ご支援によりまして実現しております。これによりましてこの会場にお越しいただくことが叶わなかったご幼少の方、ご高齢の方、ご病状をお持ちの方、遠方地海外におられこの試合会場にお越しいただくことが叶わない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。皆様のご厚情およびご賛同大変ありがとうございます。その配信を本日担当させていただいておりますのは私道楽屋医者です。個人が素人でやっております趣味のライブ配信ですので、至らない点多々あったかと思います。できる限りそのご期待に添えられるよう全力尽くしていく所存であります。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますのが本日ホームチームとなりますネイビーをまとっているクラブアイランズです。株式会社ワールドの社内チームとして発足したチームで、現在もクラブチームとして活動しております。そして奥におきまして、現在部下でありますチームの部下を奏でてチームを鼓舞しておりますのが大阪府警シールズ。こちらは大阪府警認定のクラブチームとして活動しております。チーム名シールズは警察官が府民を守る盾として、その矜持を鼓舞せんとしてチームのイメージカラーとして付けられたニックネームです。フェアプレーモットーとし、正々堂々と戦うことを心がけているチームです。このチーム、ここ数年のコロナ禍の影響ありまして、シーズンそのものに参加するのが3シーズンぶりという形になりました。その今シーズン苦闘の中、その最終節となる試合をこの日迎える形になります。両雄ともに苦戦の状況にありまして、現時点お互いにまだ今シーズンの1勝を挙げれておりません。つまりこの一戦が両チーム最後の今シーズンの白星を挙げる可能性のある一戦となります。果たして勝利することができるのはどちらのチームとなりますでしょうか。まもなくその試合が始まります。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月20日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 2022X3 リーグ最終節、クラブアイランズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行われます。試合開始16時20分キックオフ予定です。ただいまより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日のホームチームとなりますクラブアイランズ。奥側に陣取りますのが本日ビジターチームとなります大阪府警シールズとなります。クラブアイランズキックオフ、大阪府警シールズリターンで試合が始まります。
この試合は1クォーター10分の静止形式で行われます。さあ両チーム左右に展開しまして、まもなく試合開始のキックオフとなります。クラブアイランズのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーはクラブアイランズ39番の選手が務めます。さあチープキックですが、大阪府警リターンに入りました。これはクラブアイランズカバーよく、大阪府警自陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から大阪府警の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪府警の攻撃となります。大阪府警自陣30ヤードの位置からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずランプレーを展開します。託されましたランニングバック、ハンドオフを受けて左オープンへ展開。相手タックルを浴びましたが、約4ヤードの原因としています。見事なランをしましたランニングバック、26番は豊岡、立命館大学出身。この倒れたところまでが攻撃1回の獲得距離です。従いまして次は大阪府警、この4ヤード前進しました位置からセカンドダウン、攻撃権更新、残り距離6ヤードの状況に挑みます。大阪府警セカンドダウン6、ボールオンは自陣34ヤード。パス不成功。ここで大阪府警は開始点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。一気に攻撃権陣地挽回を図らんとするロングパスを投じまして、ターゲットは10番でしたが、このパスはコントロールミス、オーバースローによりパス失敗となりました。前パス失敗ですとボールは元の起点に戻され次の攻撃に進む形になります。従いまして大阪府警サードダウン、3回目の攻撃に変わります。大阪府警自陣34ヤードからサードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離6ヤード。キュービーサーク、ここでクォーターバック11番再びパスを投じようとしましたが、これを見計らってクラブアイランズ99番がキュービーサーク、パスを投じる前に倒しました。見事キュービーサークしまして大きなロスを奪いましたのはクラブアイランズの99番の徳山、法政大学出身のプレイヤーが素晴らしいプレーを見せました。これにより7ヤードロス、交代させられています。攻撃権1つ失い、大阪府警フォースダウン13の状況となりました。フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、パントキックによって陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしこのパント風に押し戻されましたでしょうか。陣地挽回するに至れず、大阪府警陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代という形になります。今度はこの位置からクラブアイランズの攻撃という形に変わります。クラブアイランズ相手陣39ヤードの位置からのファーストダウン10となります。同じく攻撃権は1回目、攻撃権更新、必要距離1ヤードの上、10ヤードという状況になります。
さあまずランプレーによる突破を図りました。何枠26番ハンドオフしまし受けまして左オープン展開を図りましたが、これを大阪府警5番が対応しましてノーゲイン、獲得距離なしと変えました。ボールを託されたランニング枠26番は沼、大阪大学出身、タックルしました大阪府警の5番は井上、近畿大学出身のチームのバイスキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン10、2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離10ヤード。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらターゲットを探しましたが、ターゲット見つからずパスを投げ捨てました。結果的にはパス失敗となりまして、ボールは元の位置に戻されます。そのまま倒された場合は大きなロスとなるため、この判断は的確であったという判断になります。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いましてクラブアイランズ相手陣38ヤードからサードダウン10、3回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。裏をつくような形で中央突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。託されましたのはキャリア21番の山崎でした。滝川高校出身のチームキャプテンです。タイガンズフォースダウン5、フォーメーションをこちらもパントフォーメーションに変えました。このパントは大阪府警陣10ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代という形になります。大阪府警非常に厳しい陣地変わりませんが、しかし攻撃権を奪うに成功いたしました。アメリカンフットボールは点取り合戦のため、陣地そのものは勝敗の要素には関わりはありません。しかしその失敗をした場合のその失点になる確率はその陣地によって大きく左右されます。この状況は大阪府警ミスをした場合失点につながりやすい位置のため、なんとか脱出したい状況になりますが、さてできるでしょうか。大阪府警ファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを展開しました。何枠22番、タックルされながら約3ヤードのゲインを果たしています。何枠22番、ここで素晴らしい粘りを見せています。タックルをされてからのゲインをセカンドエフォートと表現しますが、この効果によって約3ヤードのゲインを果たしています。大阪府警セカンドダウン7、ボールオンは自陣15ヤード。さあ今度はクォーターバックが自らキープしました。ダイブプレーをフェイクにし自らキープによって突破を図りましたが、しかしゲインは1ヤードとなっています。大阪府警サードダウン6、ここで負傷者が発生していますのでレフェリータイムアウトが入りました。まもなく試合再開となります。大阪府警自陣16ヤードからサードダウン6。
ランプレーを展開しました。何枠26番ハンドオフを託され左オープンに展開、ゲインはしていますが、しかしフォースダウンとなります。何枠26番は年岡でした。立命館大学出身。大阪府警フォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。スナップ乱れ、強いパントは蹴れませんでしたが、転がりよく自陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置の攻守交代となります。大阪府警厳しい状況変わりませんが、しかしわずかながら陣地挽回を図りました。攻守変わりまして、今度はクラブアイランズの攻撃となります。クラブアイランズ相手陣45ヤードからファーストダウンテン、クォーターバック18番ハンドオフェイから自らキープ、判断しまして左オープンに展開し約3ヤードのゲインを果たしています。クラブアイランズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣42ヤード、パスに見せかけたランプレーで中央突破を図りました。カウンターをつくような形でキャリア26番、中央突破をしまして約4ヤードのゲインを果たしています。キャリア26番は沼、大阪大学出身。クラブアイランズサードダウン3、ボールオン相手陣38ヤード、クラブアイランズファースターン、何枠28番ハンドオフを託されて中央突破、相手タックル受けながら攻撃権更新を果たしました。クラブアイランズファースターン見事攻撃権更新を果たしました。何枠28番、素晴らしいプレーでした。クラブアイランズファーストダウン10、ボールオン相手陣34ヤード不成功。ここでクォーターバック18番、ウェイドレシーバー94番にパスを投じましたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。パス失敗により次の攻撃セカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオン相手陣34ヤード。さあ、ここでドロープレーを挟みます。何枠26番、中央突破、密集点突破を図りましたが、しかし相手タックルに遭いまして、ゲインは1ヤードにとどめられております。クラブアイランズサードダウン9、
クォーターバック18番、ここでオプションプレー、自ら持つかランニングバックに託すかの選択プレーで自らキープを図りました。しかしこのランプレーを大阪府警65番が見事対応しまして、ゲインわずか3ヤードにとどめております。大阪府警タックルしましたのは65番の節田、近畿大学出身です。クラブアイランズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択しました。このパントは大阪府警陣10ヤード付近で外へ出て、この位置での攻守交代となります。双方ともパントを繰り返すという状況で、お互いに攻撃の起点を見出せない状況ではありますが、陣地大阪府警陣での攻防になっておりますので、状況としてはクラブアイランズが有利な心境で試合を進めている状況になっております。さあ大阪府警はこの状況を打開図れるでしょうか。ボールオンは自陣9ヤードの位置から大阪府警ファーストダウン10。さあまず外へ振りました。ワイドレシーバー1番へのヒッチパス、真横に近い前パスを投じまして、ここからキャッチアンドランを図りました。これによりまして約4ヤードのゲインを果たしています。見事キャッチアンドランしましたのは大阪府警の1番の宇都宮、中京大学出身。大阪府警セカンドダウン6、さあここでハンドオフしまして、中央へのランプレー、密集点オフェンスラインマンの力を生かしてのパワープレーに出ました。ランニング26番、これによりまして約4ヤードのゲインを果たしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブアイランズ0点、大阪府警シールズ0点、両者無得点で第1クォーター終了。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。